和田春樹、和田春樹、和田春樹、1938年、昭和13年1月13日隊は、日本の歴史学者、社会科学研究家、市民運動家である。専門は、ソ連史、ロシア史、朝鮮史、東京大学名誉教授、大阪府生まれ、静岡県立清水東高等学校を経て、東京大学文学部卒業。 大学入学から退官まで約50年間にわたって東京大学においてのみ過ごした。研究分野は多岐にわたるが、ロシアソ連、朝鮮半島の近現代史及び、それらの地域と日本の関係にまつわるものがい、左翼運動、市民運動などの実践活動でも知られる。2010年に韓国の全南大学から第四回の抗菌大中学術賞を授けられる。 和田による研究対象は、1905年の地の日曜日事件で知られるゲオルギー・ガポン、革命家のネストル・マフノによる、農民アナキズム運動、ナロード・ニキとマルクス・エンゲルスと間の性的偏差、などを含んだ。1980年代、ソ連において、ペレストロイカが進行すると、さらに1990年代になって、急進改革派が登場し、 社会主義体制への批判を強めるようになると、ロシア近現代史研究の後輩である、塩川信明や下目信夫からは、かつての進歩的知識人の誤りを繰り返すものだとして、厳しく批判された。また塩川は、和田がソ連、東欧社会主義の崩壊を、一貫して国家社会主義の崩壊と規定していることに対して、その用語の曖昧さとともに、 国家社会主義でない社会主義という存在の検討が慣れていないことについても批判した。ソ連及びスターリンについては、マルクス主義が実現すべき目標としたユートピアは、スターリンのソ連においてともかくも実現されたと述べている。和田の研究は、インテリゲンツや知識階級にとどまらず、民衆の日常に目を向けるものであり、和田は、和田による、 朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮現代史研究については、北朝鮮を遊撃大国家とする規定について、ラングーン事件について、事件発生直後には、韓国政府内部の人間がや、ことも考えられる。北朝鮮の側が爆弾テロをやるということはありえない。世界83年11月号との立場をとっていたが、北朝鮮、遊撃大国家の現在、 1998年では北朝鮮工作員の行為と述べている。朝鮮戦争は南進、北朝鮮による韓国侵略か北進、韓国による北朝鮮侵略なのかについてはあまり本質的な問題ではない。南北の双方に武力統一プランはあったと述べている。和田は朝鮮戦争について民族的課題である統一国家の実現は 領土管制の課題とされ、武力統一しかないとの意識が南北双方に埋まっていたと考えられる。アメリカの側がこの動きの全体をどこまで掴んでいたかは定かではないが、1949年秋から50年4月にかけて国家安全保障会議は NSC68 なる秘密政策文書を作成し、これは世界の至るところで ソビエト勢力の一層の膨張をブロックし、クレムリンの支配と影響力の収縮を促し、ソビエトシステム内部の破壊の趣旨を育てるという巻き返しの要素を含む封じ込め政策を定式化したものであった。あらゆる民族主義革命も共産主義者に引きられる限りはすべてソ連の勢力膨張と認められ、アメリカの反撃が必死とされた北の従軍作家禁資料は、 楽頭後編の高地の陣中で海が見える。あれが南海だと書いている。この時人々は国土統一の間近い成就を確信していた。こうして内戦として始まった朝鮮戦争は、まずアメリカの介入によって国際化されたが、これは北朝鮮とソ連には予想外の展開で、あ、アメリカはその輝かしい戦士に地獄のページを初めて加えた。しかし、 いささかの反省もなく、NSC68 は、この戦争を通じて、アメリカ政府の世界政策を導く、正式文書となった。結局、武力統一は、どちらの側からも失敗。日本は、朝鮮の悲劇から利益を引き出して、戦前の経済水準への復活を果たし、昭和30年から高度経済成長の基礎を作った、と述べている。朝鮮日報が発行している。 月間朝鮮2014年4月号の小中高図書館の増書分析記事は、韓国の図書館には、左派系執筆者の図書が多くあり、代表的な事例として、和田の近日成と満州抗日層を取り上げている。同書は、普天保が近日成の代表的な抗日闘争とするが、実際は小規模な突撃隊が、発出書を襲撃したに過ぎず、 北朝鮮によって課題宣伝されているというのが体なのだが、これを韓国で良心的知性と呼ばれる和田氏が取り上げたことで権威づけされた。という、同書は多くの図書館にあるわけではないが、普天保が代表的な抗日闘争と記述する教科書が出現する以前から同書が図書館に存在していたことを問題視している。和田のことを韓国メディアは、 日本の両親として紹介しているが、韓国の保守派から、日本版、ブルース・カミングス、バージョン、朝鮮戦争を内戦と主張、強さ打球の主張と、告示、6.25、戦、と批判されている。それによると、和田の朝鮮戦争研究は、李相則国家安全保障会議事務次長、大韓民国国家情報院室長など韓国の、左派歴史学者に影響を与えたが、 和田は、朝鮮戦争を、中世主義士官から解釈して、朝鮮戦争は、南北両方の内部矛盾を解決するための、避けられない選択で、あ、北朝鮮の計画された、先制攻撃で開始された、内戦から始まり、中国、日本、アメリカ、ソ連などが参戦することで、国際線に拡大された戦争と主張しており、極左歴史学者の教佐打球、2005年に、6.25、 北朝鮮が試みた統一戦争。韓国戦争は北朝鮮指導層が試みた統一戦争で内戦。韓国戦争は統一戦争。6.25戦争は内戦で北朝鮮指導部が試みた統一戦争と主張して2005年12月に国家保安法違反容疑で在宅起訴され、懲役2年、執行猶予3年。 資格停止2年の有罪判決を受けた東国大学教授と非常に酷似しているという。さらに問題なのは、朝鮮戦争後、国連軍の参戦で、韓国軍とアメリカ軍が38度線を超えたことを、南北部で1回ずつ、武力統一をしようとしたと記述しており、とんでもない結論と批判されている。北朝鮮による日本人拉致問題について、和田は、 世界2001年1月及び2月号に掲載した論文日本人拉致疑惑検証するにおいて横田恵ぐさん拉致の情報はその内容も発表のされ方も多くの疑問を生むものであるとして日本政府も拉致疑惑を認定しないことから横田恵ぐさんが拉致されたと断定するだけの根拠は存在しないことが明らかであと述べている。なお、久米の事件については拉致された可能性は 高いと述べているが、日本の警察が国外移送会取材で立件しなかった以上、行方不明者として交渉するほかないと述べている。翌2002年、平成14年、北朝鮮自身が日本人拉致を認めるに至り、諸君。正論からは和田に対する激しい批判が加えられた。また、山明直司からも北朝鮮による拉致という国家犯罪は、 絶対に許してはならないし、左翼知識人の過去の言動は、徹底的に球断されて叱るべきだろう、と批判された。これを受けて、和田は、自分は拉致そのものの存在を否定していたわけではないと、弁明した。萩原良は、和田は、北朝鮮の代弁者だけではなく、拉致の解決を餌に、日朝国交正常化を誘導しようとする、金正日の代弁者でもあり、 彼は二重の北朝鮮の代弁者であり、工作員と批判している。在日韓国、朝鮮人に対する社会処遇の向上や、積極的な戦後保障を行うことを一貫して求めている。慰安婦問題については、当時の日本政府に対して一貫して批判的である。一方、女性のためのアジア平和国民基金に関わる活動によって、和田は、 朝鮮人慰安婦よりの主張を行う社会運動家かも批判される立場に立った。竹島問題については、竹島が日本の領土と宣言されたのは1905年だ。その時から敗戦までの40年間、竹島は確かに日本の領土だった。1945年に日本の管轄から脱した後、サンフランシスコ条約でも明確な処理がなされなかったとし、 その上で、植民地支配反省の表現として、日本は、独島、竹島の韓国名を、韓国領土としてめるという独自の主張を展開している。さらに2013年10月には、独島問題に関して、日本は、韓国側の主張を認めること以外に答えはないとし、韓国は、韓日友好のための特別な配慮として、移領島沖の島の中間地点に、 経済水域の境界を設定することを提案した。また和田は、その代わりに、韓国側が、韓日友好のための思いやりとして、島根県の漁民に島周辺の漁業権を認めるという条件を、竹島を韓国に供与する見返りとして提案している。しかしながら、実際には、竹島周辺会は、暫定水域として、日韓漁業協定による漁業権が確定済みであり、 和田の案により、日本が得られるものは皆無である。和田は2010年、平成22年、日本が大韓帝国を併合するにあたっての、韓国併合に是期する条約、1910年は、当初から無効であったとして、日本政府がその無効性を認めるよう求める声明を発表し、さらに、内閣総理大臣官直とに対しては、 同条約の無効を日韓併合100周年にあたる同年8月に宣言するよう求めた。2001年平成13年4月、新しい歴史教科書、不走者を批判する声明を連名で発表した。和田は日本は北方領土の問題にこだわって日ソ関係を非常に悪いままにしていると領土問題を問わずにソ連との友好を優先することを主張していた。 二人の関係は1995年、平成7年、村山富市内閣が設立した財団法人アジア女性基金において、共に資料委員会委員を務めたことに始まる。大倉官僚出身で、官僚や自由民主党関係者との人脈が豊富で、あった旗は、社会党との関係が強い和田や大沼や明等の同財団発起人だから、 保守人脈をも網羅した国民的運動としての基金活動を展開すく受け入れられた。しかし、同基金によってアメリカでも調査を行った旗が同基金への報告書を寄稿すると和田は旗を激しく批判した。旗による従軍医安婦に関する報告への和田による批判は次のようだった。そして同委員会委員長高崎総司ともに和田は旗に対して 文章の撤回を打診した。しかしながら、和田らに撤回要求をするような権限があるかについての疑問を提示、またそれは打診というよりも左門であったことを、旗は訴え、撤回の要求を拒絶した。最終的には、権限の有無を別として、和田、高崎が没を希望、旗がそれを受け入れるという形で、旗論文は見始めとなった。 最終的に取りまとめられたアジア女性基金の報告書、ボッツになった旗の文書で転載されたもの、旗の側の見解表明は以下。職のいきさつから東京大学社会科学研究所の研究者との協調が多い。夫人はロシア文学者の和田明子。長女の和田真穂は練馬区議会議員を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。